南の匠がリバプール復帰を目指すのだ。皆さんおはこんばんち、こんばんち。南の匠のリバプール復帰キャリアモードを始めていくぞ。今作の選手キャリモは初めてなので、どのようにことが運ぶかわからないが、一番手っ取り早いのはモナコから直接行くことだな。目指せミルナーではなくミナミルナー。本企画の細かいルールに関しては概要欄に載せているので確認してみてね。難易度に関してだが主が操作スキルがないので、レジェンドでやらしてください。許してね。最初の遺跡市場については、いきなり遺跡しても面白くないので無効にします。最初からベンエデル不在もおかしいしな。さあ、行くぞ。早速なんだが前作にこんな機能ないよね。これらの条件を達成すれば契約更新時に反映しますよってことなのかな。移籍するかもだけど6万ユーロにしておくぜ。変更前と変更後では求められる条件難易度が上がっているね。自分の道ということで希望チームを選択できるみたいなのでこれはリバプールを選択。これらをクリアすれば移籍できるシステムなのかな。だとしたらなかなか現実的な目標になるね。今回の南の選手だが、基本的にはエゴイストとして育成していくよ。やっぱりエゴが大事よな。これも前作にあったのか忘れたが、プレイスタイルを付与できるみたいなので、高精度ボレーとアクロバティックになる曲芸師。やっぱり南野のシュートを見たいよねってことでパワーシュート強化してくれる強シュートだ。あと個人的に短いソックスが好きなので滝には悪いが変えてもらいます。みんなはどれが好きかな？プレシーズンだよ。パレスやボーンマスなどいい相手がいるね。まあここは肩慣らしの場所だからな。トレーニングについてだが、今回は主のメニューで行うけど、もし南野に合ったおすすめがあれば教えてね。ドリブルとシュートメインで上げていきたい感じかな。初めてやるメニューに関しては一度プレイして、同じメニューの場合その後はシミュレーションで行っていくぞ。ここら辺のルール付けでも要望があればコメントしてください。結果はご覧の通り、クロスシナリオ下手くそすぎて草。1戦目はお相手はボーンマスだ。60分に左サイドで途中交代だね。ところでここでも皆さんに聞きたいのだが、カメラ視点はどれがいいと思いますか？力で臨場感ある視点の EA ゲームズ、選手目線になってカメラが切り替わるプロ、このチャンネルで見慣れている見やすい TV、今回は一通りお見せしますので見やすい、見たいカメラ視点をぜひ教えてね。それでは早速南の投入後83分。ゴール。すぐに結果を出す南の、やっぱり滝が好きなんだ。しかしこれ、オンゴール判定に、は？なんでこれがオンゴールやねん。どう見ても止められなかっただけだろ。何はともあれ、南野が実力を示していきたい例で勝利だ。続くはウルブス戦。南野はスタメンで出場。相手を華麗にかわす南野。なかなか決めれないモナコ。南野自身もエゴを出すため、積極的に仕掛けていく。しかし決まらない。今の惜しいね。結局この試合南野はゴロビンと交代。モナコはコーナーからのサリスのシュートで得点し勝利。なかなか面白いゴールですさ。いずつか実戦もスタメンで出場。ベンエデルとワンツーを見せるもセーブされる。頑張れモナオ。ヘディングにもトライするもゴールならず。リアルみたいに決めてほしいね。交代リスクが高まった69分。またもやベンエデルから神パスが来て、南野がダイレクトでゴールネットを揺らす。これがモナオの実力さ。その後目をつけられたかのように荒い削りを食らうも、なんとか怪我しないで受け身を取る滝。またもや南野のおかげで勝利。プレイヤーオブザマッチをゲットしたぞ。当たり前でボケ。プレシーズンマッチは3連勝でチャンピオンに輝きました。南野も2ゴールしたし大活躍だったな。そして代理人から推奨チームを提案されるのだが、まさかのアトレティコ。でもこれは提案されただけで行く必要はないんだろ。もちろん行く必要はないが、オファーが来たらルールにのっとって移籍する羽目になるかもな。リバプールからオファー来たら嬉しいな。アクティビティの投資についてだけど、これ結構損すること多いよね。みんなは投資いつもやってる？コメントで教えてね。とりあえずウェアブランディングとスポーツ用品に投資をしておいたぜ。これも受かっても使い道あるの？そんじゃあ次からは本番。リーグ戦の幕開けじゃ。第一節の相手はくれるもんだ。滝はスタメンです。試合は始まり21分。南野から素晴らしいクロスが出る。南野ってたまに異次元なクロス上げるよね。そしてこちらはオフサイドでした。左足が出てました。67分。簡単には奪えないな。これは運もあってなんとか耐え忍ぶ。結局南野は何もできずに後半交代。試合も0対0で終わったぞ。この試合を経てメディアから監督批判があると報道されているぞ。これについて南野選手は、選手として私たちは自分たちが置かれている状況に責任を持たないといけない。監督が持つ実績や人格は私たちのチームに必要です。勝利するべくともに頑張りたいと思っていますし、選手全員成し遂げられると信じています。とのことだ。さすが滝、素晴らしい回答だ。第2節ストラスブール戦、この試合も南野はスタメンだ。なかなかいいところから放つもセーブ。全然決まらんな。うまくコントロールしてシュートするも、これまたセーブされる。前半も終わる時間帯。
ちらも決まらず頑張れたき。後半に入ってもなかなか決定機を作れないモナコ。2戦連続でドロー、思うように結果が出せない南野だ。その中でもプレイヤーオブザマッチに選出。そして第3節はなんと戦、この試合も南野はスタメンに。ここで前半早々にゴロビンが先制点を取る。南野は隙間練り歩いていたな。なんとのコーナー。これはケインがキャッチ。これは外してしまう。え、今の決めるところやろ。28分、ここで同点に追いつかれる。なんだなんだ、急に激しい試合になってきたな。後半に入り試合は拮抗。1対1のままスコアは動いていないぞ。これまた惜しい。試合も終盤に。南野が決定的な勝ち越し弾を決める。これは激アツ展開すぎる。よく狙ってた南野。そのまま守りきりモナコが2対1で大勝利だ。これは滝のおかげだ。もちろんプレイヤーオブザマッチをゲット。リバプールの条件も順調だぞ。続く相手は RC ランス。相手のミスから決定機が生まれるも、これは決めれず。これも決まったと思いきや、一歩セーブされる。南野キレッキレだ。試合通して南野に決定機が何度も訪れるも、決定力が足らずにスコアが動かない試合展開に。わちゃわちゃしてんな。途中交代はなかったもののスコアレスドローに終わったぞ。続くロリアン戦。キレが止まらない南野、しかし結果が出ないというね。ロリアンも負けじと反撃。先制点を許してしまう。頑張れモナコ。しかしロリアンが勢いづいてしまう。ここでゴラッソ。これは強烈なシュートだな。これ決めたのはセネガル代表のバンバディエン選手だ。前までマルセイユにいたみたいだよ。南野が素晴らしいパスを供給。なかなか点を決めれずに後半突入。これもセーブされる。決定力が足りないぞ。これもこれもセーブされる。キーパーの反応良すぎでしょ。そして南野は交代でベンチへ。しかし試合は0対2で終了。完全敗北だ。滝の決定力不足が目立つね。ちょっと疲れちゃった。いやまさか第5節を終えて9位になるとは思ってなかったよ。現実とは大違いだな。思って以上に自分が下手くそだった。まあでもその分リアルさが増すということで。 PSG もなかなか不調だぞ。そしてなんか南野がラッキーボーイ扱いに。大事な存在でありつつも主力になりきれていない。だってよ、今のところ点決めてるけどな。そういえば投資が終わってたから回収。お、増えたじゃん。滝がブランド出したら買っちゃいそうだな。次はニース戦からだな。決定力高めてリバプールに戻ろう。現在の南野のスペックだがなかなかいいのでは。バランス高いね。動き出し早いけど速度はそんなにない感じかな。シュート能力もっと上げたいね。エゴイストポイントもコツコツ貯めてるぜ。自宅の家具作成とか実際にする人いるのかな。金あるし普通に買っちゃいそうだけど。ほんでサウナも作ります。これは整えられそうだね。エージェントのコメント見てたんだけど、お金のことしか考えてなかったよ。もっと夢の話しようぜ。それじゃあぼちぼちリーグ戦に戻ります。モナ王の期待に乞うご期待ください。髪の毛がサラサラで、かわちい。さてお次はニース戦。モナコとニースは古くからのライバルで、コートダジュールダービーと言われているぞ。あ、そうだったんだね。さあ南野からいいパスが出たぞ。おっと失礼。ベンエデンが先制弾を決める。おーおーおー、滝めっちゃ欲しそうにしてたな、と思ったが、オフサイド。なんやねん。試合は40分だ、得点はまだかまだかと待ち遠しいよ。ベンセミルの強力なシュートも止められる。スライダー設定でもう少し下げてもいいのかな。もし下げても良さそうだったらコメントください。試合は後半になり、これもまたセーブされる。オフシーの良さっから。なんやねんこれ。そして88分。
ちなみにトガロ軍が相棒打ち合い決定機を逃す。何しとんねん。そして試合終了0対0のスコアレスドローだ。ちなみに8月の最優秀選手はアクセル・キャンブラン君だよ。さあ続くはリーグ第7節マルセイユ戦だ。強豪続きだぜ。ちょっとこの試合だけカメラ視点をプロにしました。秒かもしれないけどみんな耐えてね。これはブロックされる。さあ南野の滝ドリブルをお披露目だ。これは無念。難しいな。顔面強打しても動じない滝。普通に脳震盪レベルで草。さあ滝滝にしてやんぜ。なんやねん滝滝って。無理でした。鋭いシュートを打つもセーブ。マジでなかなか決まらないなこのゲーム。さあ試合も残りわずかだ。アディショナルタイムよ。無念。そのまままたもやスコアレスドローだ。いや引き分け多いのよ。さあ続きましてスタッドランス戦。え、南野つけたの。試合は13分。南野が久々に得点。先制弾をもぎ取るぞ。やっと調子出てきたか。このエロスを感じる柔らかいタッチよ。試合は後半へ。これは決まらず伊藤には負けてらんねえ。これもセーブされる。いやー決まりきらんな。67分。南野のアシストだー。ミスクフォファナが決めたぞ。2ゴール目だー。ここに来て滝が確定。ブーブレを達成。味方からの信頼も確かなものになりつつあるな。そして試合終了。稲妻率いるランスに3対0のクリーンシートで終えたぞ。なんと素晴らしいことでしょう。もちろんプレイヤーオブザマッチだぜ。今週のベストチームにも選出。マジでバロ君邪魔だったな。8月に続きキャンブラン君が9月の最優秀選手賞を受賞。連続は好調すぎるな。冒頭であれだけ投資うまくいかないとか言っておいてなかなか儲けてるぞ。ほう、南野選手ビジネスも好調なようで私たちの人権がないようです。なかなかハイリスクの投資もあるが念のためやっておきますか。ベストランチェーンです。現在モナコは8位に位置づいているぞ。負けが1回だけなのが救いかな。なお PSG は1位にいる模様。その強さを探るべく得点ランキング見たら意外に選手が暫定トップでした。強すぎはロタ。次回は10月22日のメッセンからだ。パリとの対決が楽しみだぜ。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。